よし、はいクリスマスソングといえば何すかね。トナカイとアワテンボウと、はあ、トナカイさ。トナカイは赤鼻のトナカイ。そう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 。真っ赤なお花のトナカイさんはですね。そう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 。あれですか、まさか僕の綺麗なを聞きたいわけですか。はい。聞いたことないですが、いけると思います。さすがです。吹いたことありましたわ。去年のクリスマスで吹いたんで、なんか偉いね。指が動くなと思ったんですよ。クリスマスが近いですな、それ嬉しい。そうですな、はい、なんかサンタ様にお願い事しましたか。サンタさんにお願い事ですか。はい。健康な体。あ、そうですね。もうそういう年齢でもないですからな。高橋殿、おはようございます。おはようございます。やっぱり納豆にはタレはかけるべきですよ。いや、そんなことはないです。タレはかけるべきです。いやいや、そんなことないですよ。まあ、まあ、いいじゃないですか。それぞれなんで、美味しいと思う方を食べていただいたら、僕は一番美味しいのは素材の味を生かすというところなんでね。なんかコメントに砂糖をかける人もいましたね。ああ、なんか、うん、それも、まあ、ありっちゃありなのかなと思うんですが、今度やってみましょう。はい、やってみましょうよ。で、いいでしょうか。なんですか。どうしました。お願いがあってきました。お願いがあってきました。なんですか。バギーをやりたいです。えバギーって オフロードですか。いいです。あ、おかしい。あ、いいですよ。おかしましょう。高橋さんがあれかっこいいって言ってるじゃないですか。かっこいいって言ってました。青いやつかっこいい。練習していただいたら私のが欲しいです。欲しい。はい。この間ようやく珍しい子ができたじゃないですか。やりました。やらないですか、あれは。やりますよ。やりますけど、はいはい、バギーも、はい、あらま。やりたい。遊びたい。ああ、なるほど。ジャンプね。遊びたい。ああ、この間ちょっとやったの楽しかったですか。楽しかった。ああ、うん。なるほど。ピョン。それはあれですよ、寂しい。僕もそうですけど、多分見てる方も思いもよらぬ急展開だと思うんですよ、それ。そうですか。はい、僕的にはね、イメージはね、このユーラジーをこれからね、ちょっとオプション入れてみたり、こんな風にやっていきたかったんですけど、うん、まあでも、まあ、それはそれでたまにやってもらっていいですか。うん、もちろん、もちろんね。それとは別にバギーをやってますね。いいです。なるほど、バギーか。バギーいろいろあるんですけど、うん、例えば先日発売されたヤバンテ。そう、ヤバンテ。マダンテ。ヤバンテ。まあその簡単な、この間ね、あの安い格安ラジコンみたいなのもありますし、あとはもうそうなってくるのは競技バギーか、こういうそんなやつがありますけど、うんうん、どんなやりたいですか。今日マジっすか。今日それなんで、やっぱ長年さんがバシバシ走ってるのがやりたいってこと。かっこいい。その気持ちはね、分かりますわ。分かりますか。分かります。分かっていただけますか。分かっていただけます。分かりますけど、あのね、競技バギーはね、はい、まあまあ高いですよ、値段が。値段が。じゃあこの間、なんだって、この桜井氏がね、1年かけて、うん、完成させた TT02 っていう機種なんですけど、あれ超入門用なんですよ。この世で最も、この世で最もかどうかわかんないけど、まあまあ一番作るのも簡単とされてる入門用のやつなんですけど、まあ、これは、まあ、アソシという私が最近ちょっとこう、まあ、作ってるやつなんですが、まあ、つまりこれなんですけど、これほらもうなんか違うくないですか、いろいろと。いろいろ違うでしょ、なんかすごいでしょ。作りが細かいでしょ。線が細いというか、
メカメカしいというか、あんま違い分かんないですかね。まあ、値段で言っちゃうと分かりやすいところで、あの TT-02 ってあの桜井市のヤリス、うん、あれね、市場価格で1万2000円とかで買えるやつなんですけど、うん、これね、市場価格でね、だいたいね、4万5000円本体だけで。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 それ以外にこういうモーターとかスピードコントローラー、サーブとかいろいろいるんですよ。そうなんですよ。僕のをお貸しするっていう方法もあるんですけど。違う。欲しい。所有したい。うん、なるほど。うん、俺ね、ね、例えばですけど、まあ、例えば本体だけなら4万4万5000円とかでね、ちょっと離れてもらっていいですか。あとね、桜井市のプロポあれなんですけど、この間、ね、あれだと正直ね、動かせないことはないですけど、うん、多分その思った通りには動かせないんですよ。反応が鈍くて。はい、はい、プロポもかっこいいやつが欲しいです。それをね、もしね、全部行くと、はい、まあ、桜井さんが、ね、欲しいならね、だから、まあ、僕が用意する時に桜井さんが仮に買おうとしてもですよ、はいはい、その仕入れ価格というか、社員価格でお渡しするとしても、はい、少なく見積もって全部行くと、はい、プロポのグレードにもよりますけど、10万から15万ぐらいガチでやりたいですか。やりたいです。いや、ちょっと待ってもらっていいですか。これあれですか、桜井市、はい、ご自分でお金を出す意思はあります？はい、頑張ります。マジっすか、そこまでやりたいんですか。結構やって、そこまでか。そこまでの覚悟があるってことは相当本当にやりたいってことですね。やりたい。みんな楽しそうなんですよ、オフロードも。ですよね。飛びたい、鳥になりたい。わー、ごめんなさい。じゃあとりあえず、とりあえずあれだな、でもこれが出さないってなると視聴者さんが駄菓子きつすぎるなって話になりますよね。なりますよね。じゃあこうしましょう。あの、桜井市にやる気も見たいってのがあるんで、メカ、ね、サーボとかモーターとかアンプとか、うん、メカは僕が見ましょう。本体、うん、半分、うん、桜井市出しますか。いや、全然余裕です。マジっすか。余裕です。じゃあそんなにやりたいの。やりしかに。とりあえず1台じゃあ発注します。よく分かってないですよね、バギーのことなんて。どこのメーカーとか何がいいとかなんて分かんないですよ。オフロードのイメージは横もさんとアソシさんってイメージがあるんですよ。あー、よくアソシさん。もう1年近く働いてるっすわ。あー、なるほどっていうイメージです。なるほど。なんかあります、どっちがいいとかってイメージあります。どっちがいい。おすすめは、おすすめはやっぱりね、初めてやるんだったら、うん、まあ、横本さんがいいかなと思うんですね。なるほど。うん、アソシは、まあ、若干値段も高いのもあるんですけど、やっぱり輸入品なんで。ほう。で、あの、横本さんのだったらまず国産って安心感と、壊れた時のパーツもかなりしっかりしてるし、あ、まあ、横本さんも切らさずにどんどん売れるんで。なるほど。性能はね、言うてもどっちもその変わんないっすわ。ほう。うん、変わんないんで、うん、横野さんがいいんじゃないかなと思うんですけど。わかりました。なるほど。なるほど。うん、じゃあ半分。半分でよろしいんですか。半分でいいですわ。本体の半分。あとメカは僕が用意します。もうすぐボーナスも出ますしな。半分出していただいて、メカは用意すると。はい。で、問題はプロポスター。プロポ。プロポスター。なんかあるんですか、目星は。これですか。めっちゃかっけーくないですか。まあ白いし、めっちゃかっけーさ。さ、これ前からかっこいい言ってましたね、うん、これね、かっけーのかっけーです。これね、まあかっこいいの分かるんですけど、桜井市これね、はい、お値段がね、はい、どんなにお安くなっても4万ぐらいしますよ、これ。4万円。なるほど。これをじゃ半分いただくとして、まあ、仮にじゃ金額よく分かんないんですけど、はい、本体2万円、
でこれも仮に社員割としてこれも約4万円どうしようかな。あれですか、どうしてもこれじゃないといけないんですか。例えば2万円ぐらいで買える十分使えるやつもあるんですよ。これがいいです。これがいい、かっこいいですもんね。ロマンの塊です。君の口からロマンなんて言葉出てくるんですか。出てきますよ。これか、はあ、最後もう一回聞きますけど、はい、これガチでやりたいんですか。やりたいです。お金はある程度出す覚悟はあるってことですね。もちろんです。難しいな、これね。全部出させると絶対こうね、高橋刑事だとかね、いや絶対その話になるんだって俺分かってんだわ、もう絶対分かってるから。いやあ、そうか、そうだね。あのゆるラジ語、はい、あるじゃないですか、はい、オンロードの、ほら僕のためにラジコンとか貸したじゃないですか。あれとあのゆるラジ語だとめっちゃ僕貸したやつの方が運転しやすいでしょ。うん、うん、すごい。そうですね、結局ね、まあ、どっかのタイミングでプロポはね買える時は作りたいなと思ってたんですよ。その時には僕2万円ぐらいのやつをまたプレゼントしようかなと思ってたんですけど、うん、じゃあそうしましょう。どうしてもこれがいいんですね、うん、プロポが欲しいっていうかこれが欲しいんですね、うん、もう EX の NEXT が欲しいんですね。かっこいい。じゃあこうしよう。これも僕2万円補助しますわ。どの道2万円は僕あのプロポ出そうと思ってたんで、桜井さんのよろしいんでございます。はいはい、まあ、いずれ、まあ、いずれ本当はもうちょっとあの2、3ヶ月先のイメージはしたんですけど、じゃあもうそこまで言うならこれを、はい、仕入れですね。で桜井氏はこれもう約確かこの4万ぐらいだと思うんですよ、うん、確かね、うん、でこれも約だから おいき2万円出していただいて、うん、これは半分なんで、まあ、2万円かちょ2万3000円かちょっと分かんないですけど出していただいて、うんうん、トータル4万から5万の出費になりますが、それでもいいですか。任せてください。もうじゃあ今日注文してもいいですか。もちろん。これはね在庫あるんですよ。おもういつでもすぐ下ろせますわ。やった。ちょっとね、うん、横本さんに交渉してみますわ。その前の方のやつ。ああ、うん、はいはいはい。前の方です。全然よくはしない。つまりこれ全く同じものなんですよ、僕のこれと。うんうん、全然もうめちゃめちゃよく走るんで、新型もっと走るかもしれないですけど、まあ、それはバージョンアップもできるし、うんうん、最初だから、うんうん、それちょっと一回聞いてみますわ。お願いいたします、はいはい、じゃあゆるラジ急展開、ゆるラジがガチラジになるかもしれないですよね。いやいやいや、ゆるラジです。ゆるラジですね。私がやる以上にゆるラジです。ゆるるんるんるん。ちょっと思いもよらぬ展開ですが、まあいろいろやりましょう、ね、やりましょう。あっちの方もやっぱりいろいろね楽しみにしてる方もいらっしゃると思うので、うん、あれちょっとオプション入れたり、その新しいほらプロポを入れてね走らせたりとかもできるし、うん、そんな感じでやってみました。はい、よろしくお願いします。じゃあ手配しますわ。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はいはい。